2024年1月20日、岡山ネバーランド、ニューヨークカー結成40周年、いかがでしたか？僕シュート。僕あっちゃん。2人合わせて、トニオビョー。イエーイ。トニオビョー、トニオビョー、トニオビョー。トニオビョー。健康になれ。健康。鬼は外。トニオは外。健康はうち。カモメ。カモメ。ありがとうございます。ということで、大丈夫ですよ。どうでしたか？岡山。何年ぶり？何十年ぶりですか？30年近く。85年。かなり昔。40周年って言って、あなた10年しかやってないから。10年しかやってないの？大してやってないじゃん。何言ってしゃばってんだろうね。30。だから後半なんか言ったら30。35年ぐらい。うん。そう。あ、じゃあね。35年ぶりです。多分ね。59歳の今日初めて。あ、今日誕生日した。初め。59歳の誕生日。ねえ、俺、おならも臭くないよ。俺、もう、今日は珍しい。さっきほら、今バック行ってから、二人で。岡山のラーメン食って。岡山の今、あれだ、あれだ、59歳になって、初めて。誕生日だ、今日。誕生日。なんでこんなところで誕生日してんだろう。え？そうですか。じゃあ、岡山の感想を。岡山いい、あの雰囲気は懐かしいね。お客さんが、サインって書いてあるね。後ろの方まで行ってくれてね。男性が多かったよ。あ、臭い。すごい。聞いてよ、それ。19歳だよ。臭いんだよ。ロゴちょっと、管理局はちょっと待ってくれよ。感想するまで。まだ緩い。だってまだ、59歳になって、まだうんちしてないの。だってさ、おなら臭くないよね、この人たち。おならとかね、俺はね、体臭までちょっと。あ、え、一緒。俺、これ、塩吹いちゃったし。なるよな。なんだろう、知らないよ。顔とかカサカサ。いいね。塗ってる。机みたいな。寝る前、ここで、目の下、ちょっとね。あ、でも。足のかかと。カサカサ。俺、ベッドも塗って靴下入って。俺、なんかね、靴下ごと脱げちゃう。そうそうそう。大丈夫ですよ。おじさんとこうなるの誰すれ違うのか分からないんだよ。ということで、岡山さん、岡山40周年で、ひと言、お祝いのメッセージ。おはようございます。おめでとうございます。来るの？あ、でも誕生日なのに。ゲスト俺の邪魔させませんよ。ちょっとこれ紹介してよ。ハリー、一応ね、こう、見せていい？はい。すいません、お邪魔しまして。マゲダバカボードのハリーというのを紹介します。あ、ほら。久しぶりです。携帯、スマホケースだから。じゃあ、これ、ちょっと、俺もこんなになっちゃってる。これからずっと使ってもらおう。これもハリーが作ったんだけど、新作でも。アップ手がさらさらで全然あー、すっげー嬉しい。ありがとう。よかった。 iPhone7 8そういうのは分からない。お前使っちゃうんだよ。使おうとしてるこれ風邪なんで融通が変わる。この人生に対して全てありがとう、神野。いえいえ、ありがとう。誕生日おめでとうございます。そう、今日ちょっと今からゲスト、うちのゲスト出る。いや、誰にもボイス使う。歌わなあかんのですよ。あ、すごい。そう、今日大山で歌えるんですよ。誰もドリームボイス歌えると思ってるのと。そうでもね。誰もギター弾けると思ってる。ギター弾けないの。そう、さあ、俺ギター弾けないんだよ。それでギターさ、弾けない。もうパワハラなんだこれ。バンド内パワハラ。弾けないギターをさ、弾かそうとしてさ、困らせ。それ2 days やってる。そう。今日なんだよ。男と女で。今日美味しいのだ。美味しいのだ。前半で。美味しいの食べて、おならが臭い。な、59歳で初めておならが臭いの。すごい。岡山のラーメンの匂い。ジャットークやめてください。岡山のラーメンの匂いしたら、悪くないなと思って。ありがとうございます。
の住所も一緒なんです。住所一緒なんです。よろしく。奈良に、奈良の手前ですね、大阪なんですけど、はい、東大阪の。ありがとうございます。これ全国に流れるんで先生がはい、すまんの邪魔しました。奈良でした。本当にありがとう。はい、頑張りました。ありがとうございます。じゃあ次は俺の待ってるんで周知のとこ送ってくれればいいと思います。送ります。はい、先生、OK、OK よ。大丈夫でした。ありがとう。じゃあ今日も頑張りましょう。お疲れ様です。東京戻ってきました、はい。大阪、男子限定女子限定ライブいかがでしたか。興奮しました。あ、そうですか。まだ興奮冷めやらぬ東京都。そうですか、はい。女子の部はどうでした。燃えました。燃えましたか。燃えました。さあ男子の部はもうさらに燃えました、ね。あ、よかったですね。これみんなに見せたかったけど見れない貴重なライブでしたね。そうですね。でも誰か動画上げ撮ってたから上がるかもしれないですね。やばいですね、これ。やばいですね。かなりやばいですね。あ、上げちゃいけないって言ったんだ。あ、動画と。やめてください。やめてください。はい、すみません。はい。では、大阪、岡山はいいですか。大阪の、来場者の皆さんに一言お願いします。大きに、アレンパ。はい。そして最後は、40周年のニューロティカに一言お願いします。まだまだやっとくれ。70周年がなんだ、70歳になるまで70でやる、あと10年後やるの、また一緒にやりましょう。はい、それまで練習しておきます。あの裸踊りの、はい、はい、ありがとうございました。裸踊りの練習してるの。それでは最後に一言どうぞ。もうさっきから一言ばっかりじゃねえか。そうか。僕シュートン、僕はちゃん、2人合わせて糖尿病、2人合わせて何、二人合わせると糖尿病だろ。そう、一人。二人とも糖尿病。直せ。飛んでけ。では、さようなら。